はい、こちら今からここに石を撒いて、はい、でその後に砂撒いて、で砂の上に、まあ、レンガ撒いていきたいと思います。はい、でその前にこちらもう結構生えてるんですよ、草が、雑草が。昔こんなのも抜いていって一回整地します。整地完了したので、ただいまから砂利式祭りです。ちょっと伝わってる。いいね。はい、バンバンも合わせてみよう。すげえ。で、はい、全然次に鳴らしていくと、はい、カッパギいいね、いいね、ナイスカッパギ。はい、こちらバラツの方もバラ巻いて、そして次は砂ですね。たくさん買ってきました。じゃあこれもバラ巻いていきましょう。はい、いいね。はい、そのままいいよ。スタンやばいはず。あぶねあぶねあぶね、死にもいいよ。普通に小学生投げてるのと一緒だから。どうもマリオチャンネルです。おはようございます。おはようございます。今日も引き続きやっていきたいと思います。はい、こちらの砂ね、はい、再度追加で買って、これをバランスのところとかね、まだ足りてない部分とか、はい、撒き散らしていきます。ここのボイドあるじゃん、はい、それを取らんといけないんですよ。はい、なので中に入らんといけない。処理一応こっちの上の部分は剥がしたわけよ。はい、頑張って。もう下あと半分ぐらい無理なんだよね。まあ、絶対が届くんだけど力入らんわけよ、もうこれ。はい、なんかできるんだけど切れちゃう。あ、本当だ。あ、昨日の水で湿ってるってことですね。もう届かんくなった今ので。あ、ほら本当だ。で、どの道下の取らんとけんから。はい、どうしようもないんだよね。ちょっとじゃあはしご作ろっか。はい、はしご作ったら入れそう。この脚立は多分入らないわけよ、幅がこんぐらいだから。はい、高さ的にも脚立は入らんからはしご作ろう。はっ、できました。ラダーかと思ってました俺ずっと。これ見て、はしご。まあ一足サイズ狭いからちょっと小さいサイズで作ってる。本当だ。で、これを垂らしていって登る感じだね。で、深さは、はい、こんだけと思うさ。これだけ違うんすよ。あ、地下もありますか。なってるからもっと深いわけよ。ここだけでも2メーターあるけど2メーター半ぐらいありますよね、多分。で、これをまずは上げないといけないね。これは怖いね。はい、こちら落としておきます。あ、十分だね、大きさは。ワイヤーでね、ワイヤーこう、綺麗にこんな感じで、で、ここが挟まってる感じ。あ、だってずれないっていうことですね。そう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 、もうびくともしない。マリオさん、行ってらっしゃい。行ってくるけども、細っ、大丈夫ですか。細いな、やば、肩めっちゃギリギリ。ほら、あ、怖っ。もうマジで大丈夫、てか狭っ。これ、俺、入れんかったかもしれない。これ狭い雑誌に。ピッチャーさんこれだから。これ何も見えない。やばい、これ無理だ。一段とか下がったらもうアウトパッティンすか。ここは今上がれるかな。上がれるかな。手切れますよ。これで上がれってことだろ。これ無理だ、狭すぎる。
はい、最終手段、燃やしていこうと思います。燃えようか。燃えてます？燃えてきてなんか下酸素ないかな。ちょっとね、持ったんすよ。はい。じゃこれ厳しいんで、もうそのままにしようかなと。放置。癖。うん。もうそのまま燃やさん、もう絶対これ危ないし、コンクリートが割れちゃう可能性もあるから。はい。一回降りようか。一回火を消して。はい。ここ一回ペンキ塗ろうか。そして。はい。とりあえず中のボイドを諦めます。はい、諦めます、ね、こちらもペンキで塗っていこうと。コンクリート用です。これで緑にしていこう。これ防水加工もあんのかな。じゃあ2人で塗っていきたいと思います。あ、なんか発射された音したな。これとりあえずこれバンバン開けよう。これ一回なんかない。でも渋谷にはよ、はい、頼んだらめんどくさい人いっぱいいるからよ、気をつけるようにします。黄緑ですね。じゃあ分けてからやっていきます。はい。うわ、すごい緑。あ、ほんとだ。で、薄め液とかやった方がいいんだけど、今回ちょっと濃いめに塗りたいから、はい、そのまま直接塗っていきたいと思います。はい。こんな色です。こんな色です。よいしょ。メントスコーラお願いします。じゃ上からやっていこうか。はい、うん、すいません、メントスコーラお願いします。うん、こっちメントスコーラお願いします。オッケー、じゃあ脚立持ってきて。じゃあメントスコーラお願いします。上から塗っていこうか。うん、えっちゃんさんですよね。マリオさんですよね。メントスコーラお願いします。マリオさん、メントスコーラ。すいません、今日撮影ありますよ。 YouTuber のあれ見たいです。メントスコーラ見たいです。じゃあ俺コーラもらって、バンバンメントスもらって、あとでゆっくり食べよう。じゃあマジっすか。ありがとうございます。食べますか。頑張って。沖縄県から来ました。師匠がメントスコーラやってみたいって嫌なので。師匠やったっていいっすよ。師匠マジっすか。なんか分かってる、なんか分かってるんだけど、何入れるか分からないって言ってた。やったことはないんだ。これちょっとやってみて。おお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 お入れた方がなるよ。そうなんだ。すげえ、ふわるんだ。もったいない。生で見たの初めて見た。口で押さえてみて。無理だろ。ああ、なるほどね、これか。綺麗ですね。あ、これだな。見て、今半分塗ってみたんだけど、どっちがいい。半分塗ったけど、これ絶対こっちが綺麗。すっごい綺麗。ドカンだよな、これがな。ドカンっすね、これ。いやー、これマリオで見たやつだ、間違いない。この色は はい、バンバンが携帯アプリやってる間にひどい終わらせました。じゃあ中止します。やばいだろ。え、着くよ。やばい。中止しますって見せて。ついてるよ、すぐ。次はこっちの砂を固めていきます。はい、ちょっとね、また固まってないですよ、地盤が。で、ここにレンガを置くんで、ちょっと固めていきます。はい。皆さん、秘宝です。
大雨っすね、これ。これもう作業無理っすね。作業無理で、さっきタンパーで地面固くしてたじゃないですか。雨降ってやばいんすよ、はい、なので上にレンガあるのはまた晴れた日ということでってことになりました。また明日。さあ、バイバーイ。さよなら。これ2時間ぐらいかかってますさよなら。はい、土管作り1週間目ぐらいです。約1週間で、もう下もね、このタンパーで固めて、もう結構固めなんですよ、うん、昨日雨降ったんで、もう一回かけたらすごい水が浮いてきて、で、ここの上に、芝生やろうか、レンガやろうか迷った結果、はい、せっかくなんかこういう風にね、スーパーマリオの土管だったから、うん、マリオ風に作るってことで、まあ、レンガ、うん、ハローってことで、ね、買いました、こちら、ドンで、土管を中心にして、まあ、これを4枚並べるとこちら、ドン、こうなんですよ。綺麗だね。うん、ここに土管が来る感じ。ちょっとあれ、乗せてもらっていい？まあ、こんな感じかな、うんうん、なんでもう、こっから中心にかけては多分、切り取り、うん、ここら辺か使うのはもうこっからだと思う、うん、1、2、3、これね、よし。水平はブロックをちゃんとまっすぐに、こうやることによってちょっとおしゃれに見えたりもするよってことですね。しかもあの段差があっても歩きやすい、こんなのもありよって、ほら縦もありよと、ほほほほ、いろんなパティングあるけどどうするって感じですね。ああいいね、うん、ジグザグに行くと、ジグザグに行くのも一応ありっちゃありだけど、すげえデザイナーがいる。あ、けど再生取れるのはこれがいいかもよって言ってます。これが再生取れる、再生するまで気にしてくるね、このデザイナー。結構高いよな、多分な、うん、高いと思う。もっと入りそうだね。2袋必要か。2袋は必要そうだね。もう1袋なくなった、はい、一通りやったんだけど、足りないんですよ。うん、足りないですね。足りないと、あのこの角隙間、あー、このレンガが入ってない隙間ね、うん、これもないんですよ、こんな細いのが。あるっちゃあるんだけど高さが合わないから、もうこれもカットしていきます。例えばここ、ここだったらこのレンガを三角に切ってこれをはめ込むとか、これを隙間ね、全部サンダーなどで切って合わせていきます。こう切ってこうの方なんですね。これ違う、これ違う、ここを切りたいっていうこと、切ろうってことですね。さあ、これを切ってきてみます。しょうがない、引いてます。さあ、入っていくのでしょうか。あ、もうちょいですね。もうちょい切らんといけないかも。おお、すげえ、いい感じですね。はい、今日もですね、こちらマリオの土管を作ってみようのコーナーですね。で、ここでサンダーで切って
ういうふうに溜めていってます、そして同時進行でこのハテナボックスの横とかに今回の動画に出てきたキャラクターをちょっと、パーラビーズアイロンビーズっていうのがあるんですよ。あれでちょっとキャラクターを作ってって感じですね。はい、こちらパーラビーズとはこういうやつですね。これこういう細かいやつ、こういったのをはめてってキャラクター作るんですよ。ドット絵、ドット絵を作る感じです。はい、こちらクリボーの方も完成です。完成で、ここからクッキングシートを貼ってアイロンで固めていきます。こちらの土管に肥料を入れていきます。で、あちらもう肥料もね結構買ってきましたね。鶏粉と入れたんですよ。はい、そしてひまわりマナカとコと4箇所ぐらいなわけで、でひまわりの種、おでっかっ、ハムスターの餌、一発一発がでかいんだけど、ハムスターの餌一個一個でよな、3個ずつぐらい入れといていいんじゃない、全部入るかわからんから。オッケー、ただ肥料はとんでもない量入れてるから、うん、栄養足りないってことはない。確かに、まあ、肥料だけで多分200キロぐらい入ってるから、うん、これ足りんかとまずやばい。これ一番下に やったらどうなったかやったりなかったな。いや面白いな、それな、一生太陽見れなくなるレンガの上のものを全部溶けたらこんな感じです。すげえ、これはすごい。あとはこの隙間にセメントと、まあ、砂を混ぜて最後はケースナっていうやつを入れます。で、ちょっと若干汚れてるんですよ。なので、まあ、水できれいにしてから埋めていきたいと思います。今日はここまで。この隙間に入れてきますで、絶対こんなのですよ。なるね、あんな細かい隙間に入れること不可能なんでこうやってやるじゃないですか、はい、オッケーね。はい、続きましてケイスナですね、こちら。はい、レンガの隙間とかに入れるやつですね。うん、これで雑草とか入れないんですよ。うん、で強度も出やすいと。じゃあ層効果が大きいってこと。これを入れてきます。はい。え、なんかクッパに捕まって奴隷になったマリオ・ルイージみたいな。大丈夫？お塩がね作ってくれました。はい。キノコですね。はい。キノコと牛肉のキノコカレー。洋風カレーですね。そうだ。美味しそう。はい、じゃあライスもね。じゃあ、あれ？え、すげえ。白米じゃないじゃん。白米じゃないじゃん。ターメリックライス。なんかニュース。おいしい給食はいただきます。いただきます。いきます。おいしい。うま。うん。おいしい。あ、キノコ効いてるな。キノコおいしいですね。おいしい。キノコもゴロゴロ入ってる。うん。キノコいっぱい入れた。4種類お願いした。うん、4種類のキノコが入ってます。うまい。マリオ料理だからね、うん、今日は元気なやつも入ってます。はい、元気。みんな元気になってきたんだ。ウコン、マサラが入ってる。うまい。ウコン、うん、ウコンも入ってるけど、キノコ、ユンケル、あ、ユンケルユンケル、え、そんな味しないけど、うん、大体やってる。なんか、うん、焦っていい、エネルギー、状況そんなやつ言ってるでしょ。はい、うん、分かる。そうやな。カメカメ、あっ、ピンポーン、これが入ってます。すっぽーん、はい、
回ゲスト来てるんですよ。はい、皆さんのこのこご存知ですか？あ、わかりますよ。のこのこが来ております。お、え、マジですか？マジです。これちょっと楽しみですね。のこのこどこにいるんですかね。赤なのか緑なのか黄色なのか、はい、赤なのか黄色確かに赤だったら追っかけてくるから。そう、緑、紫強いから。ちょっと紫はどこから飛び入ってたあ、あ、待って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 、待いい感じに似合う。いい感じに似合ってますね。どうしよう。のこのこつけ、のこのこ近いな、近いな。もう絶対神仙人だろ、この人。近い。どうぞ。これでちょっとグラビア雑誌とか持ってたら間違いなかった。ほぼ完成です。ほぼ完成。最後はこちらの水で、ちょっとかけていって、馴染ませる感じだね。はい。あ、尻。いいんじゃない、いいんじゃない。素晴らしいんじゃない。素晴らしいんじゃない？素晴らしいんじゃない？作ってきました。お、え、なんすか？え、おやつ？マッシュポテト？何これ？生クリーム？マッシュポテト。ポテト？何これ？え、何バニラ？ポテトサラダでしょ？ポテトサラダ欲しい。これジェラートっす、ジェラート。はい、はい。お、やばいやばいやばい。わーい。うまそう。ジェラート？ジェラート。うん、うん、なんか果物が入ってる。おいしい！おいしい？おいしい？ジェラート。ラクトアイス？あ、なんかいる。なんかいる？うん、果物が入ってるな。はい、何の果物か当てるコーナー。リンゴじゃない。シャリシャリしてる。なんだ本当すぎてよくわからん。なんかレアチーズケーキみたいな。何かわからん。これマリオ関係してる？ある。まさか亀の睾丸。違う違う。デザートか。よく皿割れるやつ。果物よく皿割れる。あ、ピーチ。あ、ピーチか。ってことは桃か。桃。桃が入ってるんだ。はい、コンクリート流し込んで3日ほど経って、はい、もうしっかり固まってる。ずれない。ハル、飛び蹴りしてみて。え、動かんのぞ、待って。揺れてる？全然びくと思ってすごいな、これな。すごい。で、3日前ぐらいからうんパーラビーズっていうので、うん、ここにスーパーマリオのキャラクター、うん、作ったんですよ。それをちょっと両面テープで貼っていきます。はい、クリボー、でっかいクリボー、でっかいクリボー、でかっ。それで貼っていくか。悪いことしたみたいになってる。モザイク、顔面モザイク。1列目があるさ。うん、1列目の上だったらちょうどいいんじゃない？こっち？上、上、上。ここぐらいだったらちょうどいいかも。草生えてきても見えるから。マリオは飛ぶからな、そのマリオは。あ、いい。いい感じになった。あ、ちょっとゲーム画面っぽい。マジ？うん。いいね。ゲーム画面っぽいよ。はい、完成ー。はい、はいはい。まずマリオですね。マリオ、マリオ&ヨッシーで、クリボーがいて、うん、で、なぜかマリカーのジュゲムがいて。なんで進行機持ってるわ。で、このハタナボックスからキノコ、おお。で、ノコノコ、キラー、で、最後がクッパー。いいね、なんか小さく見えるな。結構でかく作ったつもりだけど、壁がでかいからな。そうだ、だからか。あー、けど満足だ。全然いいと思うよ。かわいい、かわいい感じになってる。いや、しかしこれドカン、ほんと夢叶った。これは嬉しいね。これいいね。俺の夢シリーズ達成。はい、ということでね、今回はスーパーマリオの土管を作ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。